ナンバーアンダーラインアイ、スポティファイ世界ランキング4位。日本初のボーイズグループが世界を熱狂させている。ナンバーアンダーラインアイ、日本のボーイズグループが世界に羽ばたく。彼らの挑戦が音楽業界に衝撃を与えている。2024年、世界の音楽シーンにおいて、ナンバーアンダーラインアイという日本のボーイズグループが大きな注目を集めている。彼らの初のフルアルバム、 ノーアイが Spotify の世界ランキング、トップアルバムズデビューグローバルで4位にランクインしたというニュースは、日本国内外で話題となり、その勢いはとどまることを知らない。平野翔、神宮寺優太、岸優太の3人からなるこのグループは、2024年4月にアメリカ最大級の音楽フェス、コーチャイラバレー・ミュージックアーツフェスティバルに出演し、88ライジングのプラットフォームを通じて、グローバルな舞台に立った。 それ以前から彼らは日本国内で強い人気を誇っていたが今回のアルバムを通じてデジタル配信の世界でも名を轟かせることとなったこのアルバムノーアイが持つ意味は単なる売上やチャート順位以上のものがある特に注目すべきは彼らがアルバム全体のプロデュース作詞作曲に積極的に関わり自らの音楽性を全面に押し出している点だ音楽シーンにおいて アーティストが自身の作品に深く関与することは、その作品に個性と独自性を与える。アルバム「ノーアイもその例外ではない。この作品には、彼らがこれまで積み重ねてきた努力と情熱が詰まっており、彼らのクリエイティブなビジョンが形となってリスナーに届けられている。また、彼らの音楽は、日本国内での支持を基盤としながらも、国際的な感覚を取り入れている点が魅力的だ。 特にアルバムに収録されている曲は、ヒップホップ、RB、ラテン、レゲエ、シティポップといった多様なジャンルを巧みに融合させ、リスナーに新しい音楽体験を提供している。これにより、言語の壁を越えて世界中のリスナーにアピールすることができている。例えば、アルバムリード曲 INZM のミュージックビデオは、前編が海外で撮影され、 公開からわずか2日で1000万回の再生回数を突破している。このようなグローバルなアプローチが、彼らの成功の要因の一つとなっていることは間違いない。ナンバーアンダーライン愛が日本から世界へと羽ばたく姿は、まさに日本の音楽業界にとって新たな挑戦の象徴ともいえる。彼らはデビューからわずか1年で、このような大きな成果を上げており、その背景には計り知れない努力が存在している。特に、 音楽の制作過程においては、自らがやりたいことを追求し、それを実現するための不断の努力が必要だ。彼らはそれを形にするため、数々の障壁を乗り越えてきた。日本国内では、ボーイズグループというジャンルに対して、時に厳しい批判が投げかけられることもある。しかし、ナンバーアンダーライン愛の成功は、そのような批判を打ち破り、彼らが自信を持って進むべき道を切り開いた証である。 音楽業界における成功は、必ずしも一夜にして得られるものではない。特にグローバルな舞台で成功を収めるには、現地の文化や市場に適応しつつも、自らのアイデンティティを失わないことが求められる。ナンバー,ア,ンダーラインアイのメンバーは、日本語の楽曲を中心に据えながらも、世界中のリスナーにその音楽の魅力を届けることに成功している。その要因の一つとして、 彼らの楽曲が持つリズムやメロディーの多様性が挙げられる。彼らは単に日本的な音楽を作るだけでなく、国際的なトレンドやジャンルを取り入れながらも、独自の音楽性を確立している。このような柔軟性が、彼らの音楽を世界中で受け入れられる要因となっているのだろう。また、ナンンバーアンダーアダイン1 I の成功は、日本の音楽業界全体に対しても、大きなインパクトを与えている。これまで、 日本のアーティストが国際的に成功を収めることは、一部の限られたジャンルにとどまっていた。しかし、ナンバー・アンダーライン愛はその枠を超え、より広範なリスナー層にアピールすることに成功している。彼らの成功は、今後の日本のアーティストにとって、国際的な舞台での活動を視野に入れる上での重要なモデルケースとなるだろう。さらに、彼らの音楽はただ聴くだけでなく、視覚的な要素も大きな役割を果たしている。 特にミュージックビデオやパフォーマンスのクオリティは世界中のリスナーに対して強い印象を残している。彼らのダンスパフォーマンスは音楽のリズムやメロディーと完全にシンクロしており、その完成度の高さは一見の価値がある。また、彼らのビジュアルやスタイルもファッションやトレンドに敏感な若者世代にとって大きな魅力となっている。音楽だけでなくビジュアルやパフォーマンスにもこだわる姿勢が 彼らの成功を支えているといえるだろう。ナンバーアンダーライン愛のメンバーそれぞれも、ソロ活動や個別のプロジェクトを通じて、さらにその個性を発揮している。平野翔の情熱的な歌声、神宮寺雄太の繊細なメロディーライン、岸雄太の力強いパフォーマンス、それぞれが持つ独自の才能が、グループ全体の音楽に多彩な色を加えている。このような個々の才能が結集することで、 彼らの音楽はさらに深みを増し、何度聴いても新たな発見があるような作品となっている。彼らが今後どのような進化を遂げるのか、ファンとしても期待が高まるばかりだ。特に興味深いのは、彼らがどのようにしてデジタルプラットフォームを活用しているかである。Spotify での成功はその一例であり、彼らがグローバルなリスナーにアプローチするために、デジタルの力を巧みに利用していることがわかる。これまで、 CD の売り上げが主な評価基準とされてきた日本の音楽業界において、ストリーミングの重要性が増している。ナンバーアンダーライン愛の成功は、デジタル時代における新しい音楽の可能性を示しており、これからの音楽ビジネスにおいても大きな影響を与えることだろう。彼らが、コーチャイラに出演した際、世界中の観客が彼らのパフォーマンスに驚き、興奮したことは記憶に新しい。 特に88ライジングの舞台で披露された彼らのパフォーマンスは、アジアの音楽がどれほど国際的な魅力を持ち得るかを証明した瞬間であった。88ライジングは、アジア系アーティストを世界に紹介する重要なプラットフォームであり、ナンバーアンダーラインアイのようなグループがその舞台で輝くことは、日本の音楽シーン全体にとっても大きな前進である。彼らの成功は、他の日本のアーティストにとっても希望となり、 グローバルな音楽シーンで活躍する道を切り開くきっかけとなるかもしれない。もちろん、彼らがここまでの成功を収めるためには、多くの努力と時間が費やされてきた。デビューから1年という短い期間で、これほどの成果を上げることは並大抵のことではない。彼らの音楽に、対する真摯な姿勢と、自己表現へのこだわりが、ここまでの成功を支えている。また、 ファンとの強い絆も重要な要素だ。彼らは SNS やライブイベントを通じて、ファンと直接コミュニケーションをとり、その声を反映させることを大切にしている。このようなファンとの交流が、彼らの人気を支える原動力となっている。今後、ナンバーアンダーラインアイがどのような展開を見せるのか、音楽ファンのみならず、業界関係者からも注目されている。彼らが次に目指すステージはどこか、 どのような音楽を生み出すのかその一挙手一投足が期待されている。